YouTube 動画で全然顔違うないなんかめっちゃ言われたな松井証券のやつは「なんかお年出てますね」とか言われて「年出ちゃった <laughs> うん31歳出ちゃったしそうよえでもさ元性病女って言われてもさ別お前らさ現性病やろやん男でチンコ見て興奮したって言うとするわけないやろアホが!」って話なんですよ お前のチンコで、俺がってなるんですよマジマジマジ。むしろその女の部分がめっちゃ出てきたら。らうちの旦那めっちゃいい人だ。イケメンで百九十五センチあって、<laughs> うん、お金もめっちゃ稼いできてくれてみたいな旦那自慢とか一生するんか。<laughs> かお前強調表示で言うことない E V 見たいことある？E V 無理なことあるうおお辛くなるねそんなもん食ってたらそんな言葉が出るんやお前一貫また帰ってきましたちょっとむずいわほんまうふお前 S は1取れないからあ、ツイートムしとこうあ、そうなんよ今日あの後ろのさグリーンバックが抜けるように色をめっちゃ白っぽくしたから ちょっと色味が変わって見えるような。でも透明感が上がるようなおつぼびでした。ありがとうございます。お疲れ。もう言ったが、言ったが起きへんけんもう今日手動でいろいろるの大変すぎた。<laughs> まあそもそも一人でやる仕事じゃないんやけどな。ちょっとさ、あの、文句言ってもいいですか文句言ってもいいですか,も,いいですかもうマジ大変やった。そもそも今日の仕事そもそも今日の仕事ってさ、 一人でやる仕事量じゃないんですよ、本当に。あの、いちいち、その、解明出してとかね、画面持ってきて、キャプチャーして、って、それを、つどつど切り替えて、って。はい。あのー、<laughs> で、これはね、でも、スポンサーさんが悪いって言うんじゃないんですよ。あ静になりそうの。ノイズになんですよ。来 <laughs> てない、ありがとう。え、でもさ、じゃあ、ゆかり呼ぶにしてもやで。まあ、言ったらまだ近いけんいいよ。でも、ゆかりさ、1時間半くらいかかるんですよ、こ,こ車で。 こさしてタダでやらすわけにもいかんやんか。手書きの4000ももうおもろいやん、あんなもん。え、もうじゃあ手書きで書きます、うっ、<laughs> うっつって。なんかその、ポップでわかりやすくボーンって出すとちょっといやらしいからって言うんで、じゃあ手書きでっ,つって。手書きで書きました。でな、そう、ノイジーが手配をしてくれなかったのよ。これ一人でやる無理なんですけど、どうしたらいいですかって言ったら、え、確認しますって言われて、返事こんかって。 で、前日で、あ、当日がで、当日になって、あの話どうなりましたって言ったら、いやー、じゃあ話はしたんすけどねーって言われえで,でもまあ、その、男の人が行くわけにもいかんしなーってなりました。とか言われて。なりましたって何みたいない。え、その、えなりましたって何確認しますで、返事こんなもん何やし。で、今日聞くまで返事こんなもん何や。だからそもそも、その、最初のやで、最初に出るやんか、あこういう企画やりますってなるやん。 でその、まあ台本みたいな来た時にこれ一人じゃ無理やなって絶対分かんねん少々配信できる人が見たら分かんねんけど誰かさん一人で「お願いしますイェイ!」みたいなよく分からんけど「あお願いします!」みたいな感じやったからねあどんぐり、もうちょっとこっちいやさ分かるよスポンサーの悪口というかあんまり言ったらあかんというか分かるけどちょっとちょっと今日は普通に無理だろうきつかったってあでもそのまあ、頑張ってやり遂げましたけどねしかも負けるしなこれで勝っとったらええんで 負けるしな余裕で Z リーはありがとうだよ一人であんなさ毎回毎回えっ、ー、と画像をこうしてこうしてこうじゃみたいなさ私やってさ配信のプロじゃないねん別に配信者なんだけでよく頑張ってこなしましたあコンホビー皆さんおつおつですあっシケタもありがとなまあうまくいったかちょっと分かんないですけどまあまあまあ大変まあ結構大変だったね、まあ、見てない人は分からんと思うけど まあ、レースまでの間の話も、まあ、まあおじがどうこうとか、そんな話をね、頑張ってしました。たの楽しかったって言ってくれたら、もうそれはめっちゃ嬉しいけどな。先生でよかった。うん。まあ、たまにはいろんなことやるもんいいんかな。いや、いや、思わん、思わんな。もう私、一生これでいいや。一生これでいい。じゃ案件も、自分だったら受けてないよ。ノイズーから来た件、受けただけよ。 ドイツから来た…まあやっぱスポンまあ私のその一番スポンサーやからさ、まあ、断られへんやんもう弱者合コンはや,やらないと思います普通にあいつら金も持ってないしでまあやってもね逆恨みされちゃうのでやる価値がないっすねそうあまりにもジラがないとあちづ実践もなもおなんか案件って疲れるわやっぱりえアホやから俺に女ができないのは田中の保護がなかったせいだまあ まあその男はまあそう言ってないよ。女でそういう奴がおったやんなん一人で狂ったことをし続けて嫌われたらタヌカなんが守ってくれないみたいな外事おったから。弱者集めるとさ、やっぱ外事って混じるんやな。で、その外事が無理すぎて、私はもうやるんやめようって思った。やめようと思います。ボーファールです。今私確かに字があんまりないかも。あいつらほんで弱さを振りかざしてくるから、私が自殺したらどうするんですかとか。 私手帳持ってるのになんでそんな態度なんですかとか手帳持ってて新ママなのにとか言ってさ弱さマジ振りかざしてくんねんな気もいって普通にあそうなんです今日ちょっと配信のためにグリーンバッグ後ろに入れるんでね模様替えしましたマジで病院行ってほしいよ普通に疲れた私がパチヤに行くとゴブリンスレイヤーの死者って言われるからなうん田ぬかなガチファンありがとうんあこれ矢上か <laughs> ありがとうビットコイン買うか今ビットコインを買った方がいいって聞くんですよねもうちょっと私株界隈抜けようと思ってるのでせっかく松井証券の出させてもらってあれですけどちょっと株界隈抜けたら仮想通貨界隈で次は荒らすかななんか仮想通貨界隈の方がまだ若そうやからまあ、キッズかもしれんけどオジみたいな気も言わないかな荒らすえ褒めてたあれをあれを一人でこなすんはすごいやろどう考えてもすごいやろ あんな普通のやつはだったらタイなさんぞほんまに。って言わせてほしいほんまに今日頑張った超頑張った。株と仮想会、仮想通貨って全然ちゃうんやってなんかお互いがお互いを見下し合っている界隈らしいよ。知らんまいなんかオズパク登録したし今日言わいだからあさすあほんまに <laughs>。ちょもうそうやって言われんとや,や、そうやって言われてやっとやってよかったなって感じやな。よかった。 田中さん最近普通の仕事始めたと聞きましたが、配信で普通に暮らせるくらい儲けてるんじゃないんですかあのー、普通の仕事は去年からやってますよ。そもそも配信でこんなに長く稼げると思ってなかったんで、どうせすぐあかんやろと思って、ね、どうせすぐあかんようになるやろ、普通の仕事もしとこうと思って保険でやってるだけです。まあ、でも、あと1年くらいしたら、多分配信もだめなんじゃないですかね。あと1年。2年、二年持ったらいいなぐらいで、やらせてもらってるんで。やったほうがいいでしょ、絶対。 普通の仕事をして食うめしってうまいよ。うまいんよな、普通に。普通の仕事をして帰っていた時のさ、疲労感っていいでしょ。あ、久々に出たい。よかったよかった。服がバレてもらえなかったもん。いや、そゃあかんやろ、お前。松井証券の動画で年収1,500万って言ってたら、え言ってないけどな。言ってないっすよ。<laughs> 今日、ここら辺外巻きにしてます。あとは、ゆる巻きです。うん、勘違いやろう。うん、私言ってない。 なあいくらかとかは言わん方がいいよなやっぱりどれだけ儲けてても、まあ、逆に金がなくてもな言わん方がいいよ少なかったらそれはそれで小じきみたいになるし多かったら多かったで変な嫉妬買うだけやしなまあまあですよとか適当に流しとんがほんまに大人なんよ普通の仕事で得た金額とその他の動画で得た金額が違いすぎて金銭感覚バグらないでもそもそもやっぱ金使わんからなバグることもないかなで全部見もせずに通帳にぶっこんでいってるだけやからさ

まあ気分ですけどねあ、しまんじありがとうおぉおぉ <laughs> 今日はちょっとゆるまきです私さもう今日ちょっと疲れて、病んでて人も少なめやけん<ー>今、今言えることがあるんですけどなあちょっともう <laughs> 大丈夫まだ見てキルだよーあそうね、ちょっと今モルが病院にとってさ、モルおらんのよ にゃー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 よいしょ今日いる食べるかなはいいるいるほれいるいらんのじゃあルル食べる み兄ちゃん。いや、重いな、お前。ええー。ええー。エルは?。食べな。あれ。エルラの。もう。あ、松井証券の一部面白かった、嬉しい。それは嬉しいな、面白かったって言われるもん。 多分他の人よりもね、株を見る知らぬ人は見ても分かりやすい内容で面白かったと思う。話何しようとしとったっけちょっと忘れた。<laughs> 忘れたよー。いいでごしてない。引き出せんのが嫌や。病んでて、疲れて、何をとしたんだっけな。ちょっとあかんを忘れたわ。病んでんのは、いろいろかな、ちょっと、ちょっと、いろいろ重なったというか。なんか株のやつでさ、ぐちゃぐちゃ言われてんのもイラつくし、 あの松井証券の YouTube に出たやつも「田中でいるんでもう松井証券やめて SBI にします」とかいうどうせ投資もミリやってないようなやつらがいっぱい書き込んでんのもなんかイラつくしイラつ,いイラついてるんですよねやんでるっていうかでもいや別にあの株は別にやったらいいと思う個別で自分で勉強して1人でやったらいいと思う変に繋がろうとするのやめたらいいと思うよ オレチュールントても結局のところ誰かとつながったっていうんでさ嫉妬されるしで「買った」ってちょっと喜んで報告したらさなんかずっと文句言われるしで私は「買ったや」や言うてもてうう自分で選んだん言うてもさ一生なんか文句ばっかり言われるしもう気性いいからさもうやるにしても一人でやろうと思ってその株舞伎訓に入る必要ないわ。 一応、なんかその、交流して、まあ、実はこの株、めっちゃ掘り出し物なんですよ、とかを交流したりするんだろうね。僕、これ買ってて、今いい感じなんですよ、みたいなとか健全に言うんだったらね、自分の、こう、こういう買い方してます、とか、手法をみんなで発表し合う場、そう、めっちゃ健全に言うならね。あ、そう、お寿司もらう案件配信終わりました。で、ね、お寿司もらえなくて、ちょっとステーキ弁当になりましたが、美味しかったです。エミンさんは、可愛かった。タヌカナさん、実は私、 いや実は私昔から田畑さんのことフォローしててっって確かにエミンさん私のことフォローしてくれててほんまやっつって僕の周りで田畑さんのこと好きな人すごいいて写真もよかったら撮ってくれませんかって向こうから言ってくれたけんなかわいいよエミンはかわいいとてもかわいいとてかわでモーちゃんはねなんか食べてしまったっぽくていいかな腸になんか詰まっとんやってだから十二指腸の動きがめっちゃ悪いって言うんで入院してますそう誤飲やと思う なんか昨日からさずっとゲロしよってでも何も出てこんのいい駅ばっか発狂犬なんかおかしいなと思ってなんかちょっと元気いないしなで今日連れて行ったらなんか胃の動きちょっとあの弱まってますねって言われたそれもあっても、はああしかもさああのさちょっとこれ見たことある人おるかわからないけどさツイッターでもちょっと流れててさ「ポッケの旅自宅」っていう漫画読んだことあるポッケの旅自宅 私はまあツイッターで流れとも読んだことあったんやけど、まあ、漫画で一から読んだんやけど、えっとね、まあ、普通に猫を飼ってる猫、まあ、拾った猫が、こう、死んでいくまでを書いた漫画なんやけど、そうなんや。それを読んで、しかもその出てくる猫が兄弟なんよ。で、兄弟でちょっとまる太った、メスかなちょっとまる太ったメスと、 えーっと、まあ、やんちゃなオスの兄弟なんよ。もう見ると盛るやん。ほんで、ポッケがオスの方なんやけど、そのオスの方がこう体調悪くなって、こう亡くなってまうんやけど、ピップとポッ、ポッケだよ。で、あの、メスの方がピップで、オスの方がポッケ。だけど、まあ、その本としては、最初から結構陰鬱なんよ。もう、一番最初から猫の死を意識してて、いつか死ぬんやと思って飼ってるみたいな。でも結局、どんなにこう、意識してても分かってても、 いや別れつらすぎみたいなのを結構か、まあ、その、リアルめに書いてる漫画だね。で、これ、なんかね、ツイッターでタダで読めたよ真ん中あたりかな。で、私、それだけでガチ泣きしよったんやけど、で、あの漫画コうてさ、一から読んでさ、もうガチ泣きしよってさ、昨日も。もう猫系マジダメなんやけどで、それ読んでたから、なんかその、なんかちょっとモうちゃん元気ない気にするし、病院連れてっかってなったら、ちょっとほんまに体調悪そうだったから、いや、よかったなと思って。そう,そうそう、本当に、 まあ、なんかわいいしもうおらんかったらマジ虚無みたいなけどなんかこう日常って続いていくなーみたいな感じとかねいやまあそうかもしれんなーと思ってさいや呼んでよかったなーみたいなとこはある、うん、人間より泣けるもう人死によりも人間よりもほんまに動物死ぬんが最近来てまうなーと思うよ私も玄関の鍵閉めとったわでも可愛いやろまあ、ちょっとポエムっぽいとこはあるけど まあ、いい漫画だと思うよ。うん。知ってるよ。ツイート見た。ありがたいね。そうね。みんなまあ、ただでちょっと読めるからね。若干見てほしさはある。いや、そう、ルンバはあるけど、もう部屋来てないからあんま使ってないな。岸だ。<laughs> 岸だも褒めてた。それすごいな。ね、いや、それはまあ、人より猫が偉いとか言うわけではないんやけど、やっぱなあ、こう飼ってるとなあ、きついわ。 禁止の猫保護して10日間目どいて亡くなった野良猫を減らすために TNR って何まあ分かるよなんかお母さんも家の前でソラちゃんっていう子、まあ、名前付けて拾ったんやけど3日くらい見て亡くなってやっぱだ3日でも普通につらいからな飼い主がつらい顔してるのはペットもつらいと思うんで心から楽しいことしてこいつつらいなって思われた方がいいと思ってねえ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 あいいおいで。 ねえはいどうもよいしょ昔っからな猫しかまあ犬も飼っとったけど猫派やなどうしたらどんぐり気になる今ルルが2歳かなあ三3歳かルルが3歳のミルモルが多分1歳半ぐらいじゃない、はああちょっともう今すごく 仕事辞めたい気に入ってるどうしようこんな平っとってもしゃあないんやけど仕事辞めたい気めっちゃ入ってるうんそういうゾーンに入ったなちょっと楽しくないかな,なんか楽しいことだけできたらいいなと思ったけどちょっと楽しくないね人疲れしてるのかなそうかもほんで最近などうしてもその STF さんとかの株の会社くん呼んでほしいって言ったからさ その会食になリスナーをじゃあいついつやるからおいでよって呼んであげたりしたのにさなんか自分で言ってもらったもんなんですがやっぱ遠慮しときますとかなんかえでもいつだっけ7日やろ7日なのになんか普通にいいですみたいな言われてさ「いやいや予約もしたのもういいよもう今それ DM 来たのもなんかもうなんかはーってなったしでまあ株は株で。 もう行かんとこうってなったらなんかみんなすいませんすいませんって関係ない人に謝られてもどうしたらいいか分からんし案件の競輪は全部外して3万なくなってプラスにするだけで私12万もらえたのにそれもなくなってああルーちゃんはいはい何普通にバッド入ってる人とも今関わりたくない かわいいね。うん、なんかそれもよく分からんし、まうほら裏で何があったんかは知らんけどな。いや、普段からルーちゃんめっちゃ来るよ。ただミルとかモールの方が来るから遠慮してるだけよ。パパやしな。甘髪は全部甘えてるですよ。ちょっと強めに感でてくるときは、なんか元気があり余ってて、なんか、ストレス解消じゃないけど、何かにぶつけたいみたいなときは結構強くかむらしいですけど。 普通に甘甘噛みすするるの甘えてるだけっすよ何 <YouTube> か,そうなんだよなんかちょっとねー来てくれる人すごい大事にしたくてさお深いとかに来てくれる人もそうやし配信来てくれる人もそうやしまあ、金をさ使ってくれる人とかもそうやんみんな大事にしたくてさ結構頑張っていろいろ返してたんやけど歌は歌わんけどなんで別にみんな大事にしたいんやけど。 やり方が分からんな難しいわそれでみんなラジオになお便りも送ってくれるようになったしな嬉しいんだよででもそんな中でもな,なんかその、まあ、日々は流れていくわけじゃないですかでもう些細な DM とかがすごくイラつくようになってしまってのリスナーまあどの程度リスナーかは知らないけどやっぱりずっと DM いろんなやつが毎日毎日送ってくるわけな私のことを考えずに自分のことばっかりで。 DM をずっっと送ってくるわけな僕の顔を採点してください。田中さん、僕だったら抱けますかみたいな。田中さん、リスナーです。好きなんですが、いくらで会えますかとか。まあ、そういうのもそうなんやけど、でも、女でもそうな。相談乗ってください、みたいな。もう死にたいんですけど、どうしたらいいですかみたいな。一応 DM くんもな。もうそんな見てるだけでもイライラしてくる。あかんも。自分、自分ばっかりで。 なんかいや優しい優しいというかバランスでさなんか好きって返してくれたら私も何かしたくなるってだけなんやけどでもそのさ「田ぬかなさん好きなんで話聞いてください」みたいなのが最近多くてさ「田ぬかなさんのこと好きですなんでとりあえず自分のこと大事にしてもらっていいですか?」みたいな。いやーあとめちゃくちゃもうなんかいろいろイラつくんやけどさそのなんとなく相互フォローになったさ女とかおるやんかまあなんかちょっと絡んで、まあ、相互フォローになった女とか。 おるんやけど、もうそういうやつが、一生自撮りとエロい写真あげて、保持とかしてんねんな。誰か甘木夫くださいとかしいす、星リス更新しましたんで、誰か買ってお願い中みたいな血出してるのとかが流れてきて、そういうのだけでも結構さ、耐えられないみたいなメンタルになってきて、そういうのを見るだけで。別に何をすることもないんですけど、それを見るだけでなんかもう、怒りがすごく湧いてきた。そんで、陰プ稼ぎの、 いくらでも湧いてくるようなゴミアカウントとかにもイライラしてまうし。いや、ミカチ、ありがとう。<laughs> いや、でも、まあ、その、多かれ少なかれなんか知らんけど、気にならんかったことがちょっと気になりだしてイライラするようになって。もっとなんか汚れたところに一回行って、ちょっと汚めなところに使わんとあかんかもな。なんかちょっと汚いもんみたいだけでうわってなるようになってしまってるから、ちょっともっと汚いとこ行かなくか私、もともとさ、配信が、私の悪口が半分くらいだったから、慣れてたんやけど、 そのの汚いい場所っていうのが。最近配信であんまり悪口言われることがなくなってかツイッターでちょっとこう臭いなってもう見た時の体勢がなくなったっぽい私の配信がちょっと綺麗になりすぎたねそうやねちょっと部屋綺麗にしてもうたからさなんか猫の毛いっぱい出てきたや普段部屋汚かったらな別に猫の毛とかあるでってくらいなんやけど。 <laughs> レベルが上がったんじゃない。全然上がったんじゃない。上がったんじゃない。違う違う,違う。これはね、人レベルで言うと下がってるのよ。もっと大きな心でいろんなものを許せるのが、やっぱ高いレベルなんやな。こういう人もいるよね。とか、こういう考えでこういうことするよね。まだお若いですもんね。綺麗な体してるから見せたいですよね。これが高いレベルなんですよ。だめだ私もうちょっと下に落ちてきちゃったんで、 なんやねん、この女、他に取りえない件って、ずーっと小じきばっかりしようって、父だの、知るだの、出しようって。はこんなゲノゲの女,の女の写真がツイートに流れてきて、でも、相互やから、これでさ、なんかその、ブロ会とかするとさ、なんかまあ、ちょっと角が立つ、角が立つかなとか。でもまあ、まあ、ブロ会まあまあ、ブロ会した方がいいんかもないやミュートにするのが、ほら、大人なんですけど、 ミュートすんのかなそ,そんな、そう、ゲノゲノ女って分かってて、見たくもないのに、でも角が立ったらあれやなとか思って、フォローを外したりしてない私っていうのも多分嫌なんやな。だから、それとかのせいで、ストレス溜まってんのにミュートにすることもせず。いや、でもね、そのミュートにしたらしたで多分気になるんかも。いや、ならんわ。ならんな。やっぱミュートが一番いいんかなえそう、臭いもの見たさで、 ちょっと見たいっていう気持ちもあるから、多分私ミュートにはしてないん。うわって思うその気持ちも多分ちょっと好きなんかもしれんって、これやっぱ人としてレベル低いわけよ。怖いもの見たさ、臭いもの見たさ。腐さて。でもさ、フォロワー整理しますってやつめっちゃ嫌いなんよ、私。思わんしかもこれなんか、ほんまにしょうもない、フォロワー1000人2000人くらいのやつがよう言うんよ、にほんまにフォロワー整理しますとか言って。 で、いいねくれない人を切ります、みたいな。黙れって話やけどな。気持ち悪い、ほんまに。何整理ってお前が上から言ってんの。そうやねん。え、黙れよ、みたいな。向こうやって多分な、相互になるに、挨拶くらいで、フォローしましたって言われじゃあフォロー返すかぐらいで、返して、絡んでない。ま、あでも、挨拶みたいなもんや。で、それで、絡んでくれない人、フォロー外します。死ねえよ、もう。勝手に外せよ。死ねえってなるもん。死ねえよ。そう、勝手に整理したらいいけど。 整理します。外されたくない人、いいねつけて、死ねえよ。死ね、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 カス死ね。ペッ。黙ってブロガーしとけって話じゃないよな、ないや、髪色書いてないんですけど、今日あの、ブラ、あの、後ろのグリーンバッグを抜くために、色をちょっと白っぽくしてるんですよ。そう、だから、その、色調を白っぽくしてるので、透明感が出てます。であとは、最近あの、美容師さんから購入した、 オージュアっていうシャンプーとリンス使ってるんですよ。それのピンク色のやつをいっぱい種類あるんですけど。それがかなり良くて、髪の毛が結構綺麗になりましたね。なんかね、30超えてくると、今までその、普通にドライヤーで乾かすだけで結構まっすぐだった髪が、乾かすとね、もうこう、普通にこういうウェーブじゃないんですよ。ちっさい、うねうねねね。もう陰毛がすごい増えてくるんですよ。これ、多分三30超えてぐらいからなんですけど。 頭からも陰毛がめちゃくちゃゃくく生え出してくるんで、すよねで、あ俺、積んだみたいな、ババアの入り口みたいな気持ちになってたんですけど、で、一回そこで、なんだっけ、サンネットリートメントやって、えあの、ババア陰毛消えたみたいになってて、で、そっから、それを保つために、あの王女はやってるんやけど、綺麗にはなったね。やっぱ時間経ったら、だんだんちょっとうね毛も出てはくるけど、今んとこ綺麗 そうそうそう。神に栄養が行き渡らんくなって、こんなグネグネになるんやって。あれマジババア感すごいんよな。汚いしさ。あ、ヘアオイルもいいんや。まあでもそう、サネトリとはあんまり進めれんっつってたね。なんかその適用の人と適用じゃない人がおるみたい。話してて議論にもならへんような男の方がキモくないお前さ、え、そんなさ、お話もできへんような 男と付き合いたいた全部お前にうんそうだねリリーちゃんが合ってるようんうんとりあえずじゃあやろっか入れるよっていう男がいいわけ、まあ、そういう男がいいんだったらいいんじゃない話してくれるんで大事やけど、ね、議論もできへん男がいいの男で議論にならないのは脳がチンコモードなんですよえもうとりあえず何でもいい意見流しといて入れさえすればいいやチンコモードですよかかが噛み合わんから議論してどっかで お互いいののことを理解してすすり合わせするんじゃないの議論すらできんのいる一生すり合わせできんのまあお互いがだから譲ってないからやろお互いどっかで譲らなで議論しない男がまともだとは思わないわかるよ反対意見しか言わんやつまあとりあえず全部否定から入ってくるやつってまあおるけどまあそういうのは議論じゃなくてただの嫌なやつよなでそれと議論できる人ってまた別じゃない ちゃんと論理的に、これはこうじゃないって話できるんだったらいいやろ。否定から入るんじゃなくて、肯定から入るとりあえず、あ、それはそうでわかる。でも自分はこう思ってるんだけどって肯定から入って反対意見を述べよう。えー、っと、ガルバとキャバクラを楽しめるようになるにはどうしたらいいんでしょうかと。なので、楽しめない人っていうのは自分が楽しませる。自分が楽しませたいって思ってる人は多分楽しめないんじゃないかなうん。 女に楽しませて欲しいと思って行くのがいいと思うよ。で、なんていうか、まあ、こいつはどういう会話を振ってくるんだろうとか。で、その中で、まあ、思んなかったら、どんどんチェンジしていって、ちょっとでもおもろいことを言ってくれる女を探すみたいなさ、そういうやり方で楽しめばいいんじゃないなんか女自身を楽しむというより、会話を、会話で面白くしてくれる女を探してみるみたいなやり方の方がいいと思うよ。で、おもろい女探したら、こいつおもろいやんで、話を楽しみに行けばいいんじゃない 女で面白い人はマジで、まあ、でも、その盛り上げ上手い女とかは、まあ、おるよ。それに、多分ね、一人で行ったら楽しめんけど、友達と行ったら楽しめるって場多いと思う。例えば、友達が、こう、女の子にデレデレしてるとことかを見てさ、面白かったりするやん。お前さ、どの子かタイプなんとか言って、えぇ、あの子かなーみたいな。そういう話するのが楽しかったりするから、そもそも友達が俺んと楽しめんかもよ。そう、気を使って盛り上げて金払ってアホらしいってなっちゃうタイプは向いてない、マジで。 でも黙っとった方がいい。女別に遅々と,としてなくて、楽しませてほしいっていう、もう完全受け身で行った方がいいよ。女に働かせな。お前が頑張らんでいいし。私はホスト行ったことあるよ。一回だけやけどな。一回だけホスト行ったけど、マジで思んなかった。びっくりした。で、帰りの送りを、もうほんまに全員どうでもよさすぎて、もう一番ブスで絶対売れてないやろうっていうやつに、なんか可かそうやけん、こいつにしてあげようかなって言ったら、のんちゃんにマジで怒られた。 あんなん、ね、ほんまに絶対送りしめいなんてせんといて。何なんなんとか言って。あんなんホストにおること自体がおかしいから。じゃあ、あの、一番年上の人で、つって。とりあえず年上の人を送りにした。まあ、ガチでブスやった。歯抜け取ったしな。なんでお前ここにおるんみたいな画面しとった。で、じゃあ、ブスやけん話面白いんかなと思ったら、おもんないねん。服の自慢とかしてくる。まあ、そうやな。のんちゃんも確かにそれはあかんかったよな、と思って。年長のホストが30。 6とかかだったかなそこはなんか、まあ、鉄拳税の匠様みたいな髪型した36歳のホストが、多分、いつもよう選ばれるんだと思うんよ。ホストもさ、若い男の方が基本人気でさ、年いった男は時事扱いされるからさ、きっといつも呼ばれるんだろうな。そのおっさんすごい喜んで、俺選んでくれたんだ、みたいな。でえうーん、まあ、みたいな <laughs>。で、なんかその、結構、オラオラ系っていうんですかね。姫みたいなされてて、いや、きつい。<laughs> ほんまにきつい。 帰りたい <laughs>。酒も入ってないのにきつすぎやろ、つって。泣きそうだった。涙出たら、めちゃうねんた。立ってくれよ、って。お前の手や触りたらないから、つって。いやでもまあそいつがなんかその、まあ送りとかな。多分いつも呼ばれるんだろうな。喜んでて。よかったよ。ナンバーワンとかナンバーツーも,もう来たんよ。なんか、なんだっけな。多分店暇だったけど全員来たんよ。その店にいるホストすべてが来たのね。だからナンバーワンもナンバーツーもおって。 まあ、ナンバーワン、ナンバーツー、顔はやっぱ綺麗なんよ。若くて綺麗で。でも、ナンバーワンが大阪の子だったんかなって。関西弁なんよ。男前なんやけど、関西弁なのにずっとおもんない話されてさ、一番印象悪かった。お前、関西弁喋ってな、そんなつまらんのどうしたんみたいな。びっくりするんやけど。引いた、普通に。だから、普通に一番印象悪かった。関西弁使ってあれはさすがにみたいな。関西弁ってどないでもおもろくできるのにさ、えぐいつまらんかった。 ちなみに、まあ、めっちゃどうでもいい話かもしれんけど、私、ローランドの事務所に、なんか、スカウトされたよ。なんか、仕事 DM に、DM 来てて、え、仕事用のさ、メールにさ、メール来てて。ほんで、まあ、うち、あの、ローランドが所属してる芸能事務所なんですけど、ぜひ、みたいな。であくの事務所、マジで多分、ローランドくらいしかおらんっぽいねん。で、給料はって聞いたら、なんか、あの、何、歩合制っていうんかな。 なんかその仕事取ってくるんでそれでその取ってきた仕事の何割みたいな言われて「あいいです」っつって断ったで断ってもでもすごい食い下がってくれたんよ「いやでも,でも僕もうちょっと頑張って交渉するんで」って僕元芸人なんですけど売れなくて今マネジメントやってるんですけど「田ぬかさんは絶対売れると思ってて」ってめっちゃ押してくれてんの分かるけどその給料0円で召し抱えようとするのはちょっと気に食わないのでやめましたあっこ多分ローランド飲みよな オンリーだと思うよやっぱ別にいいかなで撮ってくる仕事がそのテレビ系の仕事を撮ってきますみたいなのよってさ「なんかしくじり先生でって撮れます」とかさでこれも出たいと思うんですってけどテレビ番組何個か出されて「私テレビ出るつもりないんで」っつったら「えっ?」みたいになってて「出たくないんですか?」みたいな「はい」みたいなそこで「えっ?」みたいになっててなんかやっぱりね配信者ってしてるとテレビとか出たい有名になりたいって思われがちすぎるんだよねだからテレビとかその芸能事務所が「テレビ出してあげるよ」って。 言ってくんねんねな普通に言えそれで釣ろうとすんのやめてほしいでテレビって金持てへんのにな YouTube の動画に誘われた、まあ、でもそれでも面白かったら全然行くんよ金安かってもなも全く興味ないとこには行きたくないテレビ出たくないですまあそう大抵はやっぱテレビ出れるって言ってまだくるんだろうねそうだと思うようでもやっぱりテレビ局はどこでも出してあげるよお上からです超上からです でも業界でも,もう全部そうらしいけどな雑誌とかもそうやし <laughs> YouTube の動画で全然顔違うんかめっちゃ言われたなあの松井証券のやつはなんかお年出てますねとか言われてお年出ちゃったうーん31歳出ちゃった年そうよテレビ出て変ないじり方されてる田中さん見たくねえもんでも松井証券はそこら辺マイルドにいじってくれたかなと思うよ えー、受付の仕事をしててお客さんに気づかれることたまにあります。マジたまにあります。でもともと私に会いたくて来てる子が気付くって感じかな。なんかふと来て、あれみたいなことはない。マスクしてるから。え、過去一おもろいと思ったやるやん。ふう。ふう。えそうなんよあ、私も結構自信があったんやけど、わから、まあ、からんからな。何が受けるとかほんまに。 で、YouTube のさ、どうだろうみんなどう思ってんだろうって見たらさ、たぬかなブスみたいなのしか書いてないけど、もうそうじゃなくて、内容、内容を書いて、もう私がブスなん分かったけん。あとまあ、ほら、なんか、たぬかな出とる時点で聞く価値ないみたいな。あ、もう分かった分かった、そういうのいいから、みたいな。じゃなくて、内容が面白かったかどうか知りたいんです。やっぱ、嫌いってだけでね、見てくれるのって悲しいよな。内容についても。嫌いで、ブスでもいいから、まあ内容は良かったとか言ってほしいな。内容に触れてほしかったなと思うね。 私その東京ダイナマイトの人分からんくてででも一応その番組におる人みんなフォローしようと思ってさみんなフォローしたんやでフォロー返ってこんくてもしようと思ってしたんやけどえマジであの使って使ってないこともないと思うんですけど全然みんなやっぱフォロー返してくれないんであーまあやっぱりそのなんとなく骨で番組に来ただけのっていう思われ方を 一緒されてててるんだろうなーって思っ思まあそれでも私はフォロー外したりせんよその自分からフォローして帰ってこんかったら外すってダサいやんかだから別にそのまま放置なんやけど誰も返してくれんくてちょっと悲しいなーとか思いましたマネージャー管理がほとんどまあかもしれんけどマネージャー管理もこいつは別に返さんでいいなって思われてるってことやしな、まあ、それも多分マネージャー管理だったとしてもあのフォロー返しときましょうかとか来るんじゃないかなだからいいですって言われてるんだろうね そういう人が組み取れて悲しいなと思う。そのマネージャー管理だったらしといた方がいいと思いますよって行くんじゃないでも、エミンさんは向こうからしてくれたからね。ツイッターフォローした、フォロバーしたでリスクとか言われるんだったらもういらんしな、そんな。ジョイもしてないしてくれてないよ返してくれてないよ。あいつ、フォロワー多いけどさ、インプレッションめっちゃ少ないの知ってるからな。インプレッションいつも1万くらいしかついてないの知ってるからな。だから、気づいてなかっただけやもん。だから気づいたらすぐに、 ひさしフォローしたもん。ひとしじゃないよ。ひさしな。フォローしたよ。だって、フォロワーが、あの人、40万くらいおんねん。40万フォロワーがおって1万インプっておかしいやろ。だから、インプレッションは、だいたいフォロワーの数と同じだけつく。だから、インプレッションが1万くらいってことは、フォロワーもちゃんと見てる人が1万くらいってこと。そうそうそう。そうだから、ふん、フォロー返してくれへんやん。ふん、フォロー返してくれへんやん。ふーんって。 でもお前、インプめっちゃ少ないやんって。誰もお前のツイート見てないやん。って私は思う。<laughs> ひとしじゃない。ひさし。え、う、何にそれう、う、う、うとさん。え、プロバスケえ、これうと、うとでいいんか。う、いっぱいおってわからない。うー、プロバスケちょっと、ちょっとわからないです。うとなおき。でもプロバスケもわからへんけど、なんなんあたしのことが好きなのそいつは。 ウッド、直オキ。お,おフォローされとる。うんー、スポーツ選手。チョコだけは苦手です。インスタグラム。ちょっとインスタグラム見に行こう。じゃあ、公式ファンクラブ。え、公式ファンクラブとかあんのすごあ。めっちゃ背高そう。バスケ選手やもんな。ちょっとフォロー、おフォロバーしちゃおう。ピッ。ピッ <laughs> <laughs> 物好きやな。 センチ、チなめるビどもちなみに私が最近めっちゃ好きなのが「なめるなメス豚」の画像なんですけどわかります?「なめるなメス豚」っつってなんかこわもてのおっさんが女に思いっきりパンチかビンタかしてるのがすごい好きなんですけどめちゃくちゃ好きですねあれ好きですあれ使っていきたいですねなめるなメスブタといいう状況で使ってください なんかフェミとかがきっしょいことを言ってる時に使うよく使われる画像なんですけどおシュレディンガーのブスさんありがとうシュレブスなんか最近見たんでさこれけど面白かったんかさあ思い出した皆さんはイエベですかブルベですか私はブスベつゆですっていうのが結構面白かったんやけどさ <laughs> こういうのいいよなシュレディンガーのブスもいいと思うよブスベのつゆいいよくないこれ女は結構ウケると思う ブスべ梅,雨梅雨もいいよな。箱を開けるまでブスかどうかわからないってことじゃないですか。ブスべ、打つ、骨格ガンダム <laughs>。いや、そうそう。ブスべの梅雨って、なんかブスやけど、ちょっと黒髪でしっとりしてそうなブスだよね。なんか雨っぽい感じのね。今日はあの色調を白にしてるから、ブルベに見えるだけ。ファーストもセカンドもイエベ。そう、あ袋入ってない系のしっとりしたブスです。<laughs> そうだ、ね、私は、まあ、わかる。確かにさ、ちょっとバズりそうなツイートをしたりはしてるよ。でも私はちゃんと、その、なんだっけ、インプレッションは取ってるからね。買ってないからね、フォロワー。かリリー、聞いてくること女の子なんやけどさ、聞いてくる内容がひどいんやけど。お風呂1週間に何回入ってますかお前、女の子やろ毎日どうせ入っとうと思っとってほしいけどな。今は2日に1遍くらいです。やっぱそのインプレッションがパワーになるからな。 まあ、二日にいっぺんなんで別にいいんですけど。水回りの掃除はあんまやってないですね。めっちゃ詰まってますね、今。なんで、あの、何て言うんでしょう。あの、詰まるじゃないですか、排水口。で、その、外側洗い場の方が詰まったらこう、風呂の中でシャワーするんですよ。干したらまだいけるんで、いけるかなみたいな。みんなもやるよな。多分やると思うんですけど、そういう感じですね。この前、パイプ入手やったんですけどね。 髪の毛抜け毛やばいっす。やるよな、やっぱり。あ、よかった。やっぱやるわ。そう、いけるところまで行くから。それでダメになった時、初めてパイプインシュ。バンされるで、風呂掃除。髪の毛取るだけ。それができない人って結構いますけどね。いや、パイプインシュしたい。無理。すべてを殺すパイプインシュで、すべてを終わらせる、俺は。そう、私も常備してるもん。いるが赤よ 貯めて貯めてお掃除。<laughs> え、ピーピースルー F? 何それいや、いけるよ。産後の話とかまだ先の話やからな。いや、そう、そう。産後はまだ先の話とか言うけどさ。ねえ、ちょっと、やめ。やめたいの。やめたいのもう。もう仕事やめたいよー。やめたいよー。やめたいよ。う、う。 あらめビビューピーピーするいやでもそのティッシュをつかむのができないのが害なんですよね害もうそこにあることできない身分証も必要なんえパイプインチュでよくないいやそんなそんなことない生活お風呂何日入ってなくても清潔感出ねえよさすがに出ねえよええ知らんサニボンも知らん うん一応、ティッシュで取るときは取るけど、と、あ、そう、友達が泊まりに来るとき、のんちゃんとかゆったが来るときは取ってる。それ以外は放置、基本。カセイフさん。まあでも、ゆったちゃんにその、ご飯は頼んでるんやけどさ、ちょっと水回りってさ、恥ずかしくないなんかその、友達とはいえ、ちょっと水回り掃除しといてって自分の毛の塊を見られるのは、ちょっと恥ずかしさはあるんですよ。いやまあ、ここはほんまゆったちゃんに、おい、毛も取っとけよって言って、 でもまあそのありはありだと思うんですけどね。ちょっと恥ずかしいじゃないですか。だから毛は自分で取ってます。水回り恥ずかしいようなトイレとかお風呂とかさ洗面所はちょっと恥ずかしい。<laughs> あ、たまに洗面所で取った。ごめん。取ってくれてるらしいわ。取ってくれてるらしい。<laughs> あ、そういうそういうの聞きたくなかったな。ちょっと聞きたくなかったな。そこには恥じらいが一応あった。取ってくれてました。 でも、お風呂は多分まだ取ったことないと思う。う男できたらめっちゃするけどな。まあ、そうやな。そう、のんちゃんもゆったもおるからさ、3人分のさ、毛って言ったら、まあほら、結構すごいやんか。その私だけのもんじゃないって。私だけの毛じゃない。よかった、洗面所だけだった。いやー、ペーパータオルで軽く拭き取って終わりになんてできないんですよ。だからもう、使ったら使って、その前から、その後、都度拭くとか無理無理無理、絶対無理。できません。みんなでやらない,らい,いんだよ。まあでも、自分はできるだけやりたくないかな。 最強に汚れに汚れ切った時に初めて手を下す。でもまあその脱毛しだしてから陰毛は落ちてないからそこはまあ良かったかなと思う。さすがにちょっと陰毛落ちとったら嫌やん。掃除してあげようってなってもさ、ちょっと陰毛見えると嫌やん。髪の毛はまだいいけど。それは良かったかな。え、片付けると格下に乱されるからしそうなんそうなん格下片付けてくれたらめっちゃ嬉しいけどな。え、いいんすかみたいな。 なるけどなぁ。隠したないやん。ならんけどなぁ。なる神じゃない普通に。ただの神だと思います。それは内島君がおかしい。便座の裏めっちゃチックするよ。うーん。まあでも、その、便座の裏が汚いっていうことは、しばらく男が来てないっていう、その清楚の証でもあるんですよ。清楚。清楚かわからんけど。男がさ、頻繁に家に来る女っていうのは、 男来るけん、便座上げられるかもで、結構綺麗にするんですけど、男があんまり家に来ない女は、もう見ることがないので、便座下げっぱなしで、いつもちょーってしっこやるんで、汚れてるんですよ。便座の裏が汚れてる女ほど、こう、ン、ま、コは固めですよ。<laughs> そうですよ。<laughs> な、ゆる太郎、見たもんな、俺たち。えー、色素沈着とビラビラのデカさが目立ってしまった。はい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 。色素沈着は、 えーっと一応あのー、VIO のお店とかでも売ってるハイドロ機キノンを塗ると良いらしいですずっと塗ってたらある程度薄くはなるみたいよビラビラはもう切除するしかないしな目立つんやそうなんやえー、まあそんな金銭でいいと思うんやけどな賞味なハイドロ機キノンはヒリヒリするけどまあだからそれで皮が剥けてきて綺麗な白色の皮が出てくるっていう感じやからね そうなゆかも、なんだっけな、マンコ黒すぎて、ハイドロキノン。粘膜に塗ったらあかんのやけど、もう勝手に塗って、なんか白くしてたらしい。粘膜に塗るなって言われたけど、もう塗りました、みたいなこと書いとった気する。で、2ヶ月くらい、まあ、ちょいちょいサボりながら続けたら、トーンが2トーンくらいアップしたっていうのが書いてあった。まあ、そのマンコの色は貼れないので、だいたいこういう色っていう色だけ貼っときますって。 紫っぽい感じから、肌色やなぐらいの色にはなってた。で、あ、でも、そう、ハイドル機能も、その、何パー配合っていうのがあるのよ。日本製のやつは基本的になんか、0. 何パーとか1パーとかしか入ってなくて、薄いのね。だからみんな、その、海外産のやつとかあの、日本でもその薬局、薬局とかでしか売ってないようなやつを買ってんのね。 何パー配合みたいな。まあ私はそこら辺のパーセントはどれがいいとか分からんけど弱すぎて気管っていうのはよく聞くからパーセントは見た方がいいかもね。トレチノインもやって。男はねあんまりなんかまあちんちん黒いはどうでもいいしな、うん。乳首黒いも別にどうでもいいもんな。だからやっぱ基本さ黒さを気にするのって女だと思うけん。男はあんま使うことないと思うけど女はやっぱりピンクがいいってお前らが言うからこうやって頑張ってピンクにしてんねんなってことは分かるよ。 あでも男でもさ、なんか太った時にできたさ、なんか腹の線とかあるやつおるやんか。ああいう色素沈着とか、なんかパンツの、そのゴムの線で擦れて黒くなったやつとか。ああいうのとかを直したいんだったら、まあある程度効果あるかもね。どうか。まあ気にしとるやつそんなおらんかもしれんけどさ。今の最近の女ってさ、そのパンツ線気にして、もうほぼ全員シームレスパンツ使ってるのね。若かったりとかして、特に。 なんでかっていう下着はやっぱりこすれて色素沈着してその下着の線がこう黒い色素沈着としてついちゃうのねだから女はもう色素沈着したくないからシームレスのあのツルツルの縫い目のないパンツをみんな使ってるはいえい、ー、え田中さん4畳半のビラビラでムザサビみたいに飛んで弱者男性を夜な夜な助けてるって本当ですかそれあの昔よくあったコピペの改変ですよね何だっけ彼女と初セックスの時に ビラビラ大きいねって言ったら彼女が嫌だ、恥ずかしいって言いながら <laughs>、なんだっけ、ムササビみたいにビラビラを広げて夜の闇に消えたっていうコピペ,ペがあったんやけどさ。それ、それの改変ですよね。助けてないです、全然。全然助けてないです。でもそれは好きですよ。下着はあのシーンでシームレスパンツ、えっと、ブラもセットでシームレスの。えー、何ぼだったかな ?2500 円くらい。 だったんであのそれとあとシームレスパンツだけのやつの5枚セットとかを買って履いてますもうあんまり見せるアイテムねしばらくいないんでそういうまああの体がね綺麗になるようなシームレスのパンツをいっぱい買ってます安くてててていいいいいでですすとともシームレスっっううのは縫目なしっていうことなしこんですねだからまあゲームとかで言うとそのロードを挟まないことをシームレスって言うんですけど。 下着であればこう縫い目がなくて縫い目糸とかのあたりとかがなくて、まあ、色素沈着しないよう肌触りがいいよってことですねうんカルバンクラインはいや普通にうーんとなんか触り心地が普通に塗ってると思う横のあたりはシームレスじゃないと思うよシーンのシームレスを使ってますただなんかね あのなんちゃら、トコジラミか。トコジラミが海外の服はいるとかいうのも聞くので、一回洗ってから使った方がいいです。ユニクロのシームレスパンツ好きよ、もちろん。けど、なんかめっちゃ二等用なんで、もっと安いんがシーンのやつなんよな。ユニクロのにそっくり、あれのパクリよ、多分あれのパクリを海外で作ってて、それを取り寄せって感じ。シーンとかは、そう、どっかの全部パクリやから安いねシームレス生地が蒸れて、マンコ臭なる。それ クラミジアです。<laughs> お前もどうせクラミジアやから。人類のね、たぶん、6割くらいクラミジアやから。それ、クラミです。クラちゃんです。ごめんな。8割、8割らしいから。じゃあ、クラミジアです。草なら、あの、クラミジアです。お疲れ様です。まあ、えでもまあ、漢字だわ、ほら、ポロポロなんか出てくるって聞くやん。漢字だ,だっけな。たぶんなんか白い織物みたいなのが、ポロポロ出てくるらしいね。 それは自覚しようと多分あるからそう婦人科医的な8割らしい6割じゃなかった8割で冬乾燥でかゆかゆになる人はヨモギしパッドそうマンコをヨモギしパッドで蒸すといいらしいんですよこれナユカが言ってたんですけどナユカもそのあの AV の撮影中にやっぱマンコがすごい冷えることがあるらしいんですよでマンコが冷えるとなんかもう体めっちゃ寒くなるらしいんですよ だから、そのマンコをドライヤーで温めてたらしいんですけど、そしたら逆にカピカピになって、それはそれでこうマンコの調子が悪いと。で、そこでヨモギムしパッドでマンコを蒸すことで、もう体の調子めっちゃ良くなったみたいな。しかもマンコもこう、ヨモギの香りに満たされるし、こう、し潤ってて、いい感じだと。はい。ヨモギムしパッド。そう。ヨモギで、ヨモギの香りでマンコを蒸すらしい。あ、でも、金玉もその冷やしすぎはもちろんあかんけど、 サウナって金玉に悪いんやって。だから、あの、妊活とかしよる人って、えー、っと、男側はサウナ行ったらあかんのやって。精子がちょっと死ぬんかな。だか金玉はどっちかといえば冷やした方がいいんやけど、それは冷やしすぎわかんやなぐらい。そう、あの、膣にパワーストーンを入れる。ジェムリンがですね、わかりますよ。あの、ほんまに女で、その、パワーストーン信仰って結構あるじゃないですか。ずっとこう、ローズコーツ持ってる女とかいるじゃないですか。それが行き過ぎると、 ジェムリンガって言って、その天然石の、こう、ちっちゃめ、こう、アナルーパールの4連結かな、5連結くらいのやつ。これをマンコに入れたまま過ごす。まあ、これをジェムリンガ。これがジェムリンガっていうのかなっていうのがあるんですけど。それで体の中に、こう、運気が、活力がみなぎるみたいなさ、おまじない。怖いですよ、おまじない。呪いとか言っておまじないですよ。ショコピンは、まあ、暗みか、感じだから。 まあ、一回行ってみでも基本、大丈夫日本人、日本も海外もだと思うけど、8割なんかなってるから。調べてないだけで。あでもこういう、まあ、なんていうか、おまじない美容というかね。まあ、なんかその、家でさ、アロマ炊くのが、まあみんな許容できるじゃないですか。あれもいい香りで気分をリフレッシュして、こう、美容にもよくみたいなのがあると思うよね。それはまた許せるよ。でもそっから、パワーストーンで運気を良くして、美容にとかさ。 マンコにジェムリンガを突っ込んで美容にまで行くとちょっと怖いよね。宇宙と繋がる <laughs>。ちなみに私はそう出馬さい。あの、えっ、ー、と、クラだったけど直したから、今は持ってないね。もと,もともとあのクラ持ちで直して、あの、それからはあの大丈夫なんで。だから分かるんですよ。みんなの気持ち。そしてクラがなくなった後の,その素晴らしさ。これを伝えていきたいんですよ。もともと蔵さんなんで私は。うまあ、でも男も8割だからなってんのよ。 女が鳴ってる。いわ、まあ、それはもう男も鳴ってんの。だからお前もクラミジアやから、クラミジア同士で別に舐め合っても、まあ、変わらんやん。総量は。だからそれは良くない。じゃ、治っとるけん、こっちは。金玉を25度に保つと精子が活発するそう、うん、活発化するそうです。<laughs> いこいつ、いざなの、いざなの産声は、金玉を25度に保つと精子が活発化するそうです。初めてのチャットがこれか。25度なんや。 でもさ、元性病女って言われてもさ、別にお前らさ、現性病やろうやん。あ、まあ、まあ、同点を置いといて、現性病やろうか、現性病女しかおらんから。もう治ってる俺は、ノーダメだから。お前らキャリアやから、どうせ。どうせ性病持ってるから。早直した方がええで。まあ、同点はそうなんよな。美しいかも、確かに。で女でやったことあったらまあ持ってるなえそうそうそう。でも薬でな、すぐ治るからな。 薬飲むだけほんまに。そう。治ってからは男に性病検査を受けさせてます。俺は何の性病も持ってないからお前は調べろっつって。ほらっつってで。性病検査の紙を持ってこさせるあ。あ、これ、これっつって。そこからセックス始まるからな。みんなこれくらいした方がいいよほんまに。セックスしたいですって言ったら、じゃあお前性病検査全部してこいよ。ここからです。おいいな、えどうしたん急に。産声からの、急な、急なギフトのフトあ、ありがとうございます。 え、え、え、どうしたあり、ありがとうございます。はてな。何があったん俺、わからない。あ、でも、ジブリンがあったら薬いらない説もあるらしいんで。じゃあ、まんこに石入れたらいいと思います。<laughs> どうしたん急に。え、何なんなんわからん普通に。人口25度に保ったら、精子活性化するよっていうことを伝えた俺ってことかな。じゃあ、みんな、あの、 覚えて帰ってくださいね25度に保ってください <laughs> そう粘膜接触でかかりますなんでオーラルでもダメですよでもその空気感染とかえっ、ー、とお風呂一緒にお風呂入って感染とかプールで感染とかそういうのってゼロらしいんですよマジでクラは他は知らんけどクラはねだからクラかかっててあれお風呂でかかっちゃってプールでかかっちゃったのかなとかいうの全部嘘です あ、なんか家族のバスタワーを使ってこれ全部嘘です。で、唾液はあるらしい。えー、サブスク送り歩いてるんやって。やばいやん。え、じゃあ、他に誰にあげたん先て誰とか見てんねんやろな。謎やわ。え、だって、じゃあ、じゃショコピンはいつもらったかわからんやん。で、今、クラなんやったら、まあ、もうクラってずっと体におるからさ、例えば18くらいからおったりするわけやんか。で、まあ多分彼氏の体にも多分18くらいからおんのよ。ほんで、二人ともクラミジアっていうのが、 多分一番高い可能性。そんなにまあ、なんて言うんだろう。初めての男が、その、今の旦那って言うんやったら、でもな、元カノっていうのもあるからな、男は自覚症じゃないんやって。だからそこはわからん。おいおい、こんなにあげんでいいからマジで小ブだちょっとやめて、ほんまに。こんな小じきに。へほんまにお前ら。みんなに送ってるんやって意味わからんよな。確かそれ送るんってなんだろうな。え、リアルガチ好きな人が配信してる時とかに、 思いをこう抑えきれずに送るとか出ないと絶対送らんけどな。いや、男は自覚症状が出るのは1割やって。1割。で、女は自覚症状があるのが5割だそうです。そうだから、男は自覚症状なくて病院に行かんし、女も5割やから、で、症状も出たり出んかったりなんやって。だから、なんか今日臭いけど今日行けるとかで行かんのやって。そう返してください。<laughs> えーっと、最近、あ、これ NS でノースキンですね。えー、ノースキンのソープ行ってから申、深告会ノースキンのソープ行くからやん。まあ、性病検査行ったらいいと思うけどな。ソープって、その、性病検査義務付けられてはいるんやけど、1ヶ月に一ぺんとからしいね絶対持っとるやん、そんな。だからお前も持ってるよ。残念ながら。でも、それも折り込み済みでノースキン選んだわけやろ。じゃあもう、いや、生でできてよかったなーって言いながら、性病治したらいいよ。あれ、週1なんじゃ。ごめん、ちょっとエアップだった。 クラミジアはトリコモナスと重複感染が多いので、パートナーがいる人は2人で病院行ってね。でも性病検査とか行ってるやつってな、そうなんや。パートナーがいるとな、逆に行かんよな。なんかいろんな不特定冊とやってたり、風俗とか行ってたりするやつが行くよな。パートナーと、こそまず1回行ってほしいんですけどね。ちなみに、あの、臨病はわかんないです。私がわかるのは、えっ、ー、と、クラ、クラミジアとカンジダについてちょっとわかるくらいです。 ソープよりヘルスのスマタの方が性病みつたそうなんそうなんなんで粘膜ってローション挟むやんスマタはえぇ、ー、そうからへんなえ三十七都道府県のソープ行ったけど一度も性病になってるから意外と知ってからしてるよえちゃんと検査したんよな今んとこ自覚症状ないからかかってないとか言ったら笑うでほんまに数こなすからかあるかもねでにこの服は グレールで、多分千1200くらいで、1200円くらいで買ったニットです。こう袖がね、長くて、もう一袖でできて、かわいいです。ちょっとショート丈で。あーファンサー偉いね。かわいいね。はい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 。グレールは最高です。もう今年も8着くらい分かりました。安いんすよ、マジで。ニット外れないなと思う。いやー、そのショコピンはそうやって言ってくれるやん。けどさ、私さ、 みんなからさ、メイク動画なんか載せてって言われてさこうやるやん干したらもうほんまに「いや誰も求めてないのにさ勘違いしすぎやろ」みたいな言われてささすがにまあちょっと自分もまあ確かにそうかもなーってちょっと思うとこもあるんですよねやっぱり自意識的にでもまあそのわかるんですよあのおなで、私みたいな顔の子っておるやん。まあなんかかわいい子の化粧を見ても参考ならんから こう自分と顔立ちの似た、まあちょっとブスな女の方が、なんかすごい参考になる時ってあるじゃないですか。私もわざわざブス、おもながのブス探してみたりしますもん。ほんで緩和するために、こんないこない頑張ってんのを、こう、勉強したりするじゃないですか。だから、そう、そういう意味で求めてくれる人っておるんですけど、ただでも、普通の界隈から見ると、なんか、そうよね。可愛くない女が、その、重要なイメイク会社をやってるみたいな見られ方も絶対するんですよね。 その見られ方はちょっと嫌なんですよ、やっぱり。で、あんまりやってなくて。私の購入品って言っても、まあ、ほぼグレイル。ほぼグレイル。あとはあのー、スポーツブランドかなとかなんで。まあ、どうせ、あのー、ダサとか。30になって安物買ってんのいたみたいな、どうせ言われて悲しくなるだけなので。そう、グレイル探せば大体あります。えー、でも、そう、私さ、自分の、あのー、昔の服装、リズリさとか着てた時に比べたら、すごい良くなったとは思ってるんですけど、 ただ、人が、人に真似してほしいみたいなおしゃれな服装とか特にできないので、グレールで無難そうな服を買ってきてるだけです。まあ、でも、その無難そうな服っていうのが大事だったりしますよね。何が無難なのかわからない時ってあるじゃないですか。だから私は無難が分からなくて、リズ・リサ着てたんでね。ねえ、ルーちゃん。ルーちゃん。リズ・リサってもう死んだんかな。見えへんよな、マジで。なでも、そもそもやっぱ女性リスナーって少ないやん。私の配信って。まあ、だから結局出しても自己満足って言われるのも、まあなんか、 まあ、気にせん別にまあそこまでは気にしてないんやけどでもなんだろうそういう勘違いを生むのがやっぱちょっと嫌でやってないってとこかなそううちの猫のおもろいとこ全員自分の尻尾で遊ぶ全員自分の尻尾で遊ぶウロボロス猫ですウロボロス猫かわいいね <laughs> ウロボロスですそうなんや昔はリズリサさなんか結構まあ、尖ってたというかさ個性的で中高生憧れみたいな感じだったんやけどな あのセカンドストリートっていうさ古着売っとるところでさ私5000円くらいでリーズイさんのコート買ってさずっと着てたもんめちゃくちゃ好きだったさあポコランスおやすみやでうっイングエゴイストや,やめろやめろうわーうわーえでもエゴイストは今も割と好きですあセシセシロあイングやばいほんまにイングやばいうわー あね、今、中間のブランドきついよな。高いやつ、もう富裕層の買う高いやつか、貧乏にはもう安い海外通販やもんな。ヘシルマクビーポップ、ポップティセブンティーンやもん、私。セブンティーン、レイ。ノンの。押しつぶされるね。ハニーズみんな聞いて。ハニーズ。 このハニーズでみんな爆散してくれると思う。懐かしさに。ハニーズで爆散できるだろう。え、ハニーズまだあんのすご。ココルル。はハニーズ生きとんや。え、でもマーキュリーデュオって多分、今割と普通に流行ってる。んじゃないなんかあの、リリー・ブラウンの、ちょパ、パクリって言ったらやけど、系と同じ系でリリー・ブラウンよりちょっと安いみたいな。 そうやなマーキュリードって多分普通にいけると思う今多分まあ20代後半くらいでも全然いけるまあ30代だとちょっとまあドレッシーかもしれんけどねなんかアクシーズはマジでオタクが着る服みたいにされてるよねてめえ私アクシーズで買ったことないんよなあんまりアクシーズはちょっと自分の好みじゃないか私はリズリサだったから当時リズリサかわいいイングかわいいっていう感じだったんで あ、島村はめっちゃ行ってました。ほう。ほう。ルーちゃん。うん。ルーちゃん。アベール行った。なにもう外でおっさんが、あ、これタン入ってるわ、絶対。聞こえたそこら辺でおっさんが、カーッタンとか言うわけ。絶対タン履っきるわ。無理。でもエモダもめっちゃ好きだった。ヒスは高いねんな。だから、 ヒス一回おしゃれって言ったら一生ヒス買ってたもん高くても泣きながらでもこれがおしゃれって言われたしこれ以外おしゃれって言われるものわからなくてってってヒス着てたあゆ着てたじゃあやっぱりおしゃれやなそうジル普通にあるよなんだろうねこう見ると私もそこまでファッションに詳しいわけじゃないな全然なんいやほんまやな全然詳しくないですああのロデオクラウンズ買ってました買ってましたスライとか めっちゃ買ってました。買ってました。スライめっちゃ好きだった。最近はちょっともう子供っぽくなって、きれいんけど。7水見えへんな、マジで。そのア、アナップって読むんかな。なんかサンダルがさ、一時流行ったんかしらみんな履いとったな。う、レディーアゼルあのね、聞いて。私さ、レディーアゼルでさ、あのー、買い物したやつさ、ことごとく家帰ってさ、 絶対無理やんって言ってさ、毎回誰かにあげるんやけど、この前さ、ゆったちゃんの誕生日に、レディーアゼルの,あのワンピースあげたんやけどさ、すごい気に入ってくれたよ。えば、女特有の落ちない話してしまった。そうレディーアゼルあの、よかったよっていう話をしたかったんですけど、すいません、ちょっと女特有の落ちない話してもうて、すいません、こんな、自分こういう話するタイプじゃないんですけど、確かにマヌル猫みたいでかわいい。かわいい。 今日ぐらいはいいんじゃないですか、まあ、マウル猫みたいこいつ。ザラな、結局行ってもな、何も変わんのよな。とりあえず見るけど、何一つ買うもんがないっていう店やな、ザラは。常に。私、あの、ジェイダが好きです。ちょっとギャル服なんですけど。多分あれもう20代前半くらいがターゲットなんですけど、ごめんなさい。ちょっと今でも着てます。ジェイダ好きです。フォーエバー21だっけ行ったな。昔、金ねない時に行って、ちょっと服買ってしてたわ。マジ、ザラは買うもんないんよな。 行くけどなんか欲しいってなるもんないなまあまあそのまあ切れるかなぐらいしかない一っさまあうーんまあ勝ったことはないかな撤退したんやそうなくなったなーと思って結構はやとったイメージだったんやけどなまあ、やっぱりまあ厳しいか通販が強すぎるからなうっ三宝石頭がうっいやーカフうっ頭がうっ <laughs> 三宝石はほんまに <laughs> 黒歴史作るからマジで。イヤーカフ勝ってどうすんねんなー。小学校6年生でイヤーカフ勝って。え、勝ったっしょみんなも。どうせ勝ったっしょあったあったあった。リボン勝ってたしな。うん、マグッピ勝った。マグッピ、マグッピも勝ったし、あのー、イヤーカフも勝った。う、ういや、私、派手系が好きではあるよ。 あんまりやらんあのギャルが好きほんまはギャル系がめっちゃ好きでも最近はもうなんか無難な感じにしてますお前強調表示で言うことない ?EV 見たいなことある <laughs> いやーいやいやいやあー怖いとんでもないマジでいやえどうしたなんでそんなん聞きたかったえどうしてそんなこと聞きたかった <laughs> 重ねてくんな、おかわりすんな。あ <laughs> あ、いや、すごかった。え、それ、じゃあ、あれですか、それを聞いて、なんて言われたか、いや、なぜそれを聞いたやっぱこれが聞きたい。あれですか、やっぱりその、女の子に AV 見たことあるかどうかを聞いて、え、もうなんでそんなこと聞くんですかを待ってたんかな。そうかな。それか、じゃあ、あれやな。なんかまあ <laughs> そんなエッチな質問しないでください、みたいなの求めてたんかな。 わかんねえ、マジで。えなんでこうやって聞くんわかるなんでこれ聞いてくるかわかるわかる人おるわかんなくねただセクハラをしたかったっか。ただセクハラをしたかったか。まあ、配信者やったらセクハラしてもいいみたいなとこあるもんね。なんとなくセクハラしたいねんな。あー、なるほどね。振り絞ったセクハラがこれだったんや。なんかかわいそうやな。もうちょっと言っていいよ。なんかもうちょっとこう、具体的に言っていいよ。そんななんとなく AV 見たことあるとかじゃさ。 お前のセクハラ欲って収まるもっと言ってもいいのに。言って欲しかった。言って欲しかったんかなうん、なんこれセクハラですらないよな。<laughs> え、えぶい、見たことあるうおーつ辛くなってきた。どんなもん食ってたらそんな言葉が出るんやお前は。いや、順調見感じた、マジで。<laughs> あこういうのが多分セクハラコメントなんよな。わかるいや、これまあ模範的なセクハラコメントです。 ドドキドキしながらそうやってて聞い,てい,けないごめんごめんごめんじゃいじめたらあかんな多分まあこれ学生とかだと思うからまあ、なんか能動的に見ることはないんですけどまあ彼氏と一緒に見ようとかなったりしたことはありますね昔はいまあでもなんかそのどちらかといえば女が見る時ってまあその自分が興奮するというり盛り上げとして彼氏と見たりすることが多いんじゃないですか私はなんか何て言うんですよ綺麗な女の裸見てもイライラするんですよねなんなんこいつ裸綺麗なみたいなムカつくなみたいな 私より綺麗な体やん。ムカつくなーみたいな方向に行ってしまうので。見たとか、それも違ゃちゃ見た後とかでも見ながらやろ。見ながらことに及ぼやろ、そんなんそう。自分、自分たちのプレイの、なんて言うでしょうね。興奮剤の一種として使うことはあると思いますよ。楽しそうにセックスしてる女の子が可愛くてエネルギーに満ち溢れているから好き。あ、そうなんや。え、でもね、なんか、勝ち時が言ったんやけどさ。 女はさ、潜在的にレズっていうの言ってたあるやんか。でもあれは合ってると思うねん。だから、ムカつくって感じるのは、まあ多分ごく少数で、普通の女は多分女の裸見てもエロいになると思うよ。いや、でもさ、男はまあ、いや、ゲイにならんやろ。だってさ、女もその、なんて言うんだろう。おっぱいとか結構、なんか好きじゃない なんて言うんだろうな。なんかその、じゃあ例えば AV 見て興奮するときって、どこ見て興奮するってなったら、女も男も女の体を見て興奮するらしいんですよ。で、まあ、まあ、女だからって、男優の男のチンチン見て興奮する女ってマジいないんですよ。チンチン単体で見て興奮する女ってマジいないんですよ。AV 見るとき女どこ見て興奮するかって女の体なんですってね。まあ、感情移入してっていうのもあるかもしれんけど、なので、まあ潜在的に倍っていうのをまあ、あながち間違ってはないのかなと思いました。 そうそうだからそう男がチンコ見て興奮したって言うとするわけないやろアホがって話なんですよお前のチンコで俺がってなるんですよマジマジマジそうこれであ潜在的にバイかもって言われたらわかるってなるでしょ私も絶対にいないって言ったんですけどこれ聞いたらちょっとあーってなったんですよ確かにじゃあもう AV 見るってなってこうみんながこうおってなるのは女の裸なんですよそうチンコ見ても立たへんやろそう男のチンコ見たって まあムキムキのパンチの体見たって絶対立た,たへんやん。そうなんですよ。そこなんですよそう。私もでっかいおっぱいあったらちょっと触りたいなって思うしで。で、でっかいチンチンとでっかいおっぱいだったら絶対でっかいおっぱい行くやん。もう100人中100人がおっぱい行くやん。でっかいチンチン放置やん。ってなると、そうかもってなってくるで。そう、男のグラドルがいないのもなってくる。これ で、グラビアアイドル好きな女の子って実は結構いるじゃないですか。アイドル好きとかもあるんですけど、可愛い,い女の子、綺麗な体好きっていう女の子って結構いるんですよ。でも、綺麗な体、マッチョな男の、その、写真集が欲しいっていうやつおらんもん、マジで。だから、人間みんな潜在的に女の体が好きなんだろうね。女も男も。ジャニーの裸見て興奮してるっていうのは、えっ、ー、とね、それって興奮してるって体がいいとかじゃないんですよね。 なんかその人とセックスするところまで妄想して興奮してるここが近いです。で、妄想しやすいから使ってるみたいな。妄想の道具に使ってるっていう感じが近いですね。だからその裸だけを見てうひょーみたいな。濡れ濡れだねとはならないんですよ。そっからいろいろ想像してからなんですよね。だからちょっと意味が違う。だからどんだけイケメンのジャニーズでも、そのパンイチ写真集出しても、まあ、売れないと思うんですよ。 え、だからそう、それでいくと、BL が好きなのは、ちょっと私はよくわからない。ちょっとよくわからない。あ、好きなバンドのライブで濡れる、これに近いかもね。え、めっちゃかっこいい、素敵すぎる、抱かれてーの、に近い。だね。北島康介見て興奮するやつって、おらんやん。すげえで終わり。あいつ、泳ぐん早、早すげえみたいな。体エロってなってる人類、まずおらん。 BL はシチュエーション萌えでやって、抜き性能はない人人にやって。そうなんや。あ、じゃあ萌えなんだね、あれも。BL はうっすら女嫌いな女が好きだよって言うけど、私さ、基本的に女嫌いやけどさ、BL 別に好きじゃないねんな。ノーマルが好きなんよな。普通にカップリングは。女はみんなホモが好き。いや、はないかな。私はノーマルが絶対好き。 なんかあの、あらゆる漫画とかでも私はノーマルカップリングしか推してなくて、ホモカップリングされてたらムカつくもん。いや、普通にやめてみたいな。俺の誰々を怪我さないでってなる。そう。なので、私はホモは好きではない。昔、キッズの時は夢小説派だったんですけど、今はそんなおこずかましいこともできないので、あの、いいなと思ったキャラと、なこいつだったらくっついていいなと思った女で、幸せにやってほしいです。 ビエルは、エロは求めてなくて、イケメン同士がイチャイチャしてる絵が綺麗で好きだから見てるだけだそうです。テニプリはカイドウです。カイドウです。カイドウと阿久津です。たまにサナダです。私の好みがわかるね。あ、もう、もう面白カイドウとか言ったらムカつくねん。ほんまにふざけやがって。まあ、でも、より好きなのはわかるんだって、エロい体とエロい体で、なんか、見て嫌になるものがないみたいなのはわかるよ。例えばじゃあ、 エロい体の AV 女優と、その、デカチンの黒人が出てきたらさ、なんか黒人見たらさ、なんかこう切なくなるんじゃないやっぱ。人工デカみたいな、黒みたいな。で、自分のチンチン、自分のさ、右手で触ってるチンチン見てさ、なんか、しょんぼりとか、なったりすることもあると思うよな。あとはまあ、その黒人のさ、カメラワークが悪くてさ、なんか、せっかくのさ、その、なんだっけ、挿入シーンなのにさ、黒人のケツが、もう画面の半分を覆ってしまってるみたいなさ。 そういう事故が起こらないために女二人が一番いいみたいな。ならん <laughs> あるんじゃないですかだからその、せっかく女の体みたいのに、そのカメラワークにちょっと入ってくる黒人の金玉がこう揺れてるシーンとかが目に入ってしまって集中できないとか。あるんじゃないま <laughs> 知らんけどさ <laughs>。あるん。 なんかそのでかい黒人になったたつもりになれるんだったらいいいと思うけどなれるえ、いやなんかその私外国人のセックスってちょっとダメだとダメ、まあ、ダメって言あるけどさノリノリなん結構きつい派なんですよね。なんかその女が「o ーイエース」って言ってんのが私結構嫌なんですよ。いやこ,ここはやっぱりどんだけ「OW イエス」でもこうね嫌ん嫌ん出さなきゃと思っちゃうね。Coming って言ってほしくないんですよ私は。 おう、イエスも嫌なんですよ。ケツに入れすぎなん <laughs> でも、のぐそ垂れぞ。もしかしてお前、入れすぎて垂れ流しになってしまったわけ <laughs> いや、そうななんかスポーツ感ね、そう、なんかそんな元気にやるもんだっけみたいな。そうなんよ。声出そんな声出しせんでよくないみたいな。ノリがさ、やっぱりその、もっとこう、恋愛の延長線上であるべきだと思ってて。 そうなんか男女ともに恥じらいいが欲しいなと思うんですよね恥じらってる男女ともにいいじゃないですかでそこでパン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 って全部脱いでとりあえず真っ裸になって、まあ、体綺麗なのも分かるよ男優も女優もさ海外の女優も,なんかもうパンパンの父にパンパンの尻にキュッとしまったウエストみたいなんでドーンダーンバーンみたいな感じで,でイエーみたいな感じで始められてもさプロレスなんだよな、まあ、法律で禁止されとんじゃんそれは知らんかったあだから じゃあその日本のポルノが海外で流行るのね嫌がってる女性をみたいないやだから流行ってんのか,なんか日本の AV 女優海外でめっちゃ人気とか言うやんそういうとこなんやなあじゃあやっぱり私の思ってることは正しいんややっぱり感情移入できるからってことなんその男優で人気があるっていうのは感情移入できるからってことなん海外でしかものか見かけたことないないんないんや へーまあ、そううな、毎日、お前ら、あさりまくってるもんな、詳しいだろうな。男って、ほんまに毎日一生 AV 見あさってるからな、新作、新作。いろんなサイトでな、検索かけてな、めっちゃ気に入ったの保存してんな。詳しいな。ほんまに毎日毎日めっちゃ見よるよ。ガチ。しかも金も払わんと。あ、でも、今なんか、ファンザだったかなんだっけ、忘れたけど、なんか、見放題みたいなプランもあるらしいねんな。 そうよな。嫌がる女さんがいいのにな。<laughs> 海外でエロいワードとして嫌だ、やめてとか扱われてるらしいから、普通に気象してやめてほしい。みんなノリノリ大運動会セックスして。まあ、それはやっぱ人によるやん。私は大,大運動会ノリノリセックスはちょっと嫌やな。私が自分でイエーイハーフーとか言いながら行くの嫌やから。感情移入できねえじゃん。海外で襲われかけたら、いやダメわかんないやな。セイホーオー,オー,オーとか言ってたらいいんちゃう <laughs> エブリバディセイホー,オー,オーみたいな。 ほーって乗られたらどうしよう。困るな。これエロい。じゃあもうあかんやん、何も。えっ、ー、と、私、AV 女優とかはほんまに分からんねんけど、ただ、あの、ミゲゾーっていう、あの、的な子ってんやけど、ミゲゾウが、桃の木かなが、めっちゃ可愛いめっちゃ好きっていうのを、ミゲゾーが失踪する前やから、6年くらい前かな、に一生言ってたから、あ、言ったおる。ミゲゾーさ、一生言ってたよな、桃の木かな可愛いいかずっとツイートしてたもん。 だから、桃の木かなは知ってる。み重ぞーっていう、まあ、風俗店の、なんか、店員かなんかしよったんやけど、なんか人に金借りまくって、飛んで、今、九州で、その、お金返すために働きよらしい。頑張って。鉄拳税です。もうこういうことするの全部鉄拳税です。そう。あ、免疫か。免疫の店員やとったんかな。そう。だからめっちゃ可愛いいってずっと言ってた。でも、長いことやってんねんな。だって、あれ6年くらい前やもん。 女ってマジ生きづらーというあなたはちょっとフェミニストになっています。生きづらいのは実は男なんです。そこだけで見ちゃダメなんです。そう、ゆきのん。それはね、やっぱちょっとフェミになってると思うよ。今ちゃんと考えてどうしても生きづらいのって男だよ。男なんだよね。まあ、フェミがこんなに湧いてきたらさ、まあみんなやっぱフェミに そのまあ、確かに合ってるとこもあんねんね確かにこれは女生きづらいなとこもちろんあるんやけど総合的に考えた時に男もつらくないってで女ってここは得よなって言うとでもそこをなやっぱふえんって無視すんねんなそこも全部考えた上で女の方がつらいとはやっぱ言えんなと思うね私は生まれ変わっても女の方がいいそれぞれ生きづらいけどやっぱりね歴史の観点から見ても女は優遇されてるし 男は女よりつらいよ。りい国に法に守られてで生物的に常に男に守られる側ですからねそそうそう、だから女が嫌っていう人は男になっても嫌なんですよ差別されるっ,ってでそういう人はそう動物に生まれ変わった方がいいんですよで男に生まれてまた男がいいなって思える人は幸運やね今はそう思えなくてもう人間に生まれたことが嫌だむしろ女に生まれたかったっていう男めちゃくちゃ多いからね 男と女じゃ上司の当たりの強さ違うそうやね。まあだからこそその女はさそのおしゃくとかさまあゆるいセクハラとかまあボディタッチとかされたりとかすることもまあやっぱありがちな世の中ですけどでそれが嫌って言うんだったらじゃあ男が上司と二人乗る時に普通に殴られたりとか蹴られたりとかそういうことをされてるのを嫌って言って。 るることとかかよくあるじゃないですか、まあ、パワハラで、まあ、ずーっと説教されたりとか。どっちが嫌かとかいう話になってくると、むずくない。まあ、今季をクリスマスケーキに例えたり、でもそれってもう古すぎへん。さすがにもう聞かへんことない。25度結婚ってさ、早いねってみんな言うやん。今、平均の、なんだっけ。結婚を伏せたけど、子供を産む初めての年齢、平均すると30か31とからしいじゃないですか。 結婚ももう平均で言ったら多分ね28、九とかでしょ。クリスマスケーキまでっていうやつはさすがにちょっと田舎に住んでますみたいな。田舎に住んでて周りが20ぐらいで子供を産みまくってて、何々ちゃんまだなの,のって言われまくってるとこですかみたいな感じやん。まあ大晦日、うん、大晦日だとまあ分からんでもないかなとは思う。まあ私今も大晦日ギリギリなんで。それなんて徳島 女だけ昼飯おごられてて悲しかった。まあ、あるよな。女の子は出さなくていいよって言われるもんね。男は出せよって言われるもんね。新入社員の時とか兼ねないけん普通に自分もおごってほしいもんな。悲しいよね。結婚して配信やめてもいいけど、女送迎オフ会だけ開いてほしい。でもさ、配信とかしてないんやで。すぐ忘れるって、そんな。私がオフ会開いたって誰も来ないよ。誰も来ないよ。なあ、私もそういうふうになる時もある。でもアーカイブってこれね、3ヶ月くらいで消えんねん。 あ、ユーチューバー残るかなと言いつつ、だらだら10年くらい配信したら、いや、やばいよ、それは。そうだなぁ。ただでも、私もきっと、子供ができて子育てに追われたらさぁ、どうなるんだろうね。面白くなくなるんかなぁ。余裕もなくなるんかもしれんし。もしむしろ、その女の部分がめっちゃ出てきてさぁ、うちの旦那めっちゃいい人で、イケメンで195センチあって、お <laughs> 金もめっちゃ稼いできてくれて、みたいな。 旦那自慢とかか一緒するんかなであのなカップルチャンネルみたいに「あ今日は旦那もいます」とて言って「どうも」とか言って旦那に「あい挨拶して何々くん」とか言って「あ旦那の何々です」みたいなやんのかないやーいやーカップルチャンネルしていいんじゃん「どうも何々くんです」っつってならんのかなでもねなんかやっぱりその子供フィーバーっていうんかな脳がやっぱり変わってしまうらしいよ。 怖いよ。怖いよ <laughs> ならんのかなでもいやでもカップルチャンネルってさ好きな人は好きなんじゃなんか言ったっけのんちゃんが心がすごく清らかっていう話よ。かあちゃん聞いてカップルチャンネルの誰々ちゃんと誰々君が結婚したんやってすごいみたいなえっお前,お前自分結婚できてないのにんで人の結婚や腹部してんのみたいな心清らかすぎへんみたいな。 思ったもんで「えっんかのんちゃんそういうんとかって全然その見れるタイプなんやつで」つてえ全然見るなんかだってなこんな可愛い子なのにすごい地図でその彼氏のなにないくんのことをめっちゃ好きなんよもう超応援したくて」って言って「嘘や」<laughs>「人って美しくね」みたいなもうなるよ人って美しいよあそうそれがなんだっけななこなこ,なこなこだっけあそうそうそうそれかそれか 現れるやんマジでだから全員が全員あかんわけじゃないんよ。全然いける子おんねん。そう、なんか、なこなこチャンネルっていう、なんかカップルチャンネルの子が結婚したらしいねん、最近。で、それをのんちゃんがニュースで見て、めっちゃ喜んどって、よかったーとか言ってさ、そんなことできる用みたいな。あいつ、清いねんな、マジで心が。裏を読むとか。だから、のんちゃんはね、清いからな。 そのツイッターとかでさ、なんかポエムみたいなの書いてる女おるやん。女が何々の時、男は何々でみたいなとか。あい見てめっちゃわかるっていう清い心だからそういうことをしてくれる子です。脳が変わりすぎて、えっ、ー、と未婚こなしの友達と仲良くできる気がせんくて全ブロックした。はあ、やっぱそういうのあるよな。 母さんんも割ととちゃゃ恋愛してきてきるじゃないですか人好,で人好きにならんななで人好きにらそうなんいやじゃ別に好きよちゃんと恋愛はできるよただ人の恋愛を主婦できるかどうかは別や別に自分はうまくいってていいけど他の人はあんまりうまくいってなくていいよと思ってもよ他のやつがなんかうまくいってたらムカついてしまうよあ産後も嫁が可愛すぎるが離婚して女はすぐ再婚妊娠したあなんかそれ見たな見たわえぐえぐすぎー いい色すぎる強すぎるね <laughs> え女は半年再婚できない、ね、あできんけどじゃできんけどもう子供作ってたんかなんかそんなん出してた気するね元カノ振られて1年後に妊娠してた女は別れる前に次の相手見つけてるもんだそうやな別れる時じゃやっぱ次の相手見繕ってから行くもんなまあ相手をまあ浮気してるとまでは言わんけどこの人行けそうやなこの人に乗り換えようかなと思ってから別れるもんね 次おらんと行かれへん。浮気、不倫ばれなければ離婚しても財産分与もらえるから強しゅぎる。だって、男の方なんてさ、離婚してもさ、大体お金持ってないけんな、女。何も取られへんもん。長く付き合ってたのら別れてすぐ、結婚妊娠はあるある。男は次決まらなくても転職するのにな、女賢すぎん。たくらんものとか見ると、たくらんものってなんか、そんなちょっとエブいみたいな言い方やめてよ。 ズボン、じゃこれな、ズボンからはみ出し、チンコみたいな感じに見えてしまってさ、じゃごめんほんまに私の心が汚れてないけど、そば何言ってんのズボンからチンコがはみ出してみたいな。いや、この赤のランドセルがさ、こう、祈祷、テカっている祈祷に見えて。ちょっと見えてしまった。やっぱそうやんな。ズボンからはみ出したチンコみたいなイメージしかなかった。ごめんな。<laughs> やっぱみんなそうやろ。よかったまあでもみんな見えてたしよかった。 いやいや、みんな見えてるから。いや、ほら、普通に読めたって、ほら。え普通に読めたどっち普通にな、そう読めたってことやな。よかった、よかった。はい、はい、はい、はい。そう、見てないふりもええってみんな、見とうくせにな。田中屋さんの生、初めてお邪魔します。<laughs> なんかキモいもういや。なんかキモいもういや、もう無理。なんなんキモい。言い方キモ、えういう、言い方キモすぎやろ、マジで。 NK さんの生は初めて。いや、キモいキモい無理無理無理いや、気象にさすがにいあははは。<laughs> いや、キモいってくれ。生は初めてお邪魔します。無理やろ。え、無理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 。絶対無理じゃって。絶対そうやん、これ。え、思って言ったよな。え、そんな、そんな思いがあって今書いたよな。こう、こういう言い方しようと思って。こいつ絶対そんな純粋な気持ちで書いてないよ。これナチュラルやばいやろ、普通に。 そう、リアタイでいいやん。生かや <laughs> さん、生初めてお邪魔して <laughs>。キモい。ナ <laughs> チあるルでキモい。もういや <laughs> もういやあーあ。あいつも爪だったので生は初めてです。生は初めてです。<laughs> そっか、生初めてだったんや。どう生。どんな気持ちいい生は初めて、いびしんです。お邪魔します、ズボン。は <laughs> あー。 生恥ふ <laughs> 生どうだあったけえだろ <laughs> ああぁ砂タヌはまあオナホみたいなもんなんでね私をかたどったいつか本物の田中原さんの生行ってみたいなって思ってたわけですねなるほどねもう砂タヌは毎日出社前に見てますぷぴぷピぴぴピピ生で拾ってもらえて気持ちいいですもうちょっと 4VP 上げたくなってきたなどうしようか 拾っってててもらえてがかなかないな生でこすってもらえてとかの方が良かったかもな狙いすぎかなでもまあその何回も使うっていうのをやっぱこするっていうじゃないですか鉄拳とかでもその同じ技を使いまくることを技をこするっていうんですよボタンこするとかも言うんですけどこするって言い方好きなんですよねそうそうそうこいつ一生小しこすってんなコパンこすってんなそういう言い方が好きだね <laughs> あ生初めてなのに樽川さんあらかくて気持ちよくてうれしいです <laughs> いやいや没でちょっとキモいんで無理ですどうあ初生です来ましたそうなんですよこれは出会ったホビットからちぎり取った玉ですね、ちょっと小さめの玉からちょっと白めの玉そして大きな玉 <laughs> 何 <laughs> そしてこれは父の形見の玉だよ 強かったホビットたちはこうやって飾ってやってるんだ <laughs> さ,らさらし玉ですこれは <laughs> 18センチ以上のウォサたちいややっぱホビットなんで18センチ以上とかいないです本当にいなかったです残念ながらけどやっぱりその中でも頑張った玉を叩いてますねえ白っぽいじゃあこれで一番近いかなこれあの小豚,小豚からもらった玉です小豚です 今日も結構長いことしたよな。今日はじゃあ配信これくらいにしときますか。今日は土曜日か。土曜日土曜日の2時か。じゃあ今日ここら辺にしときましょうか。あれのりゆきさん。のりゆきさんこれ寝てんの寝てんのかな寝てるわ。ちょっとのりゆき寝てたので。 送る人もいないなです頑張りましたすいませんあのなんかね今日こんな長いことしたのはなんか案件配信やけど結構いっぱい追ってくれたしなんかそのみんなこう盛り上げてくれたのでなんかねもうちょっと俺も兼ねてお話したいなと思ってあ,あ,あらあげんしろありがとうえっと草番、えー、もありがとうね湯かびおらんもん今やってくれたらあげたいけどさすがにも来てないやろ遅すぎて。 まつりくんもありがとうはい、わいわいにはあげませんうん、えんぼもありがとうまあ、あさってかな、多分帰ってくるからセチェナもちょっと起きすぎやろ早寝ろよはい、ええー、競輪のカジ分ですありがとうございますあー、初生楽しかったですって言ってくれてる流行ってんのこれ <laughs> 別のやつやんなぎてらいもありがとうまつりしょのやつはまあ暇つぶしに良かったら見てくださいまあ長さもちょうどいいと思いますじゃあ皆さん、今日はここで終わりにしたいと思います 今来た遅。はーい、ほな、ほな、おつです。